はい、えー、それではですね、今日はあこの講座あ、これの紹介をいたします。えー、宮口聡の理想と現実草案、論文・過去問15年分プラスアルファ5年分ということでね、えー、レック専任講師の宮口聡がお送りいたします。こういういい感じはい それではアプローチの異なる2つの答案で進化する論文・学問分析ということで,です、ね、ちょっと読ませてもらいますと現実答案というのはです、ね、ちょっと黄色で塗りましょうか現実的な答案という意味なんですけど、まあ、両方とも、ね、あの合格答案なんですよほら少なく書いて合格点本試験で54点以上。 54点っていうかまあ私はまあ気持ち的なは60点を狙ってるんですけどねうん実際は54点で受かりますからうん、えー、最近の論文試験の問題は長文化傾向にあります特に特実生は問題文が長い上、えー、説問数や聞かれてる論点も多いです考える時間を減らす考える時間を減らすとダメなんですよこれね考える時間を減らしては 積極ミスや大白ミスは生じ,やく生じやすくなりますが、えー、考える時間が長かったとしても余計なことを書かなければ最低限の合格とは書けますよ。うん、で要はね潔さなんですよ。えー、要はね潔さですと、うん、その極意を伝授すべく えー、端的な表現を駆使して仕上げたのが現実答案です、ね、でこの「現実」案を参考にしてですね少なく書いて合格点を取るためのコツこれをねつかんでほしいなと思うわけでありますで次にあ理想の答案というのはですねはい確かに論文とは少なく書いて合格点を取れるに故障とはありませんねそれは私も分かってます ねえー、があのそれは真の理解ができてるからこそあ端的に書けるんですよ。ねわかる真の理解がされてるからこそ端的に書けるんです。何も分かってないとですね怖くて怖くてうんうん書けませんよ。本当に不安だらけになりますよ。だからね真の理解のためにはあの基本書の表現をできるだけ忠実に覚え。 理解することが大切なんです。まずは、ね。で、さらには現場思考力を駆使しつつ。深く論述しなければならない場面もありますと。で、ここは深く論じてくれよというね、取材者のメッセージがー。明らかに感じ取れるところもあるんでね。はい。で、流れバランスを意識しつつ。しかるべきところで大技を繰り出し。 深みを出しているのが理想答案しかるべきところで大技トリプルアクセルとかを、ね、繰り出しているとでこの理想答案を通じて答案を膨らますテクニックこれを学びえぶっちぎりの合格答案そうです、ね、えを取るためのコツ本試験でいうと70点以上ですかね、まあ、偏差値70以上ということになりますけどこれはもうぶっちぎりですわええそして な,なんと過去問20年これね15年分とか言ってるけど実は20年扱いますえー、すごいですねとうんそこでねまあ誤解のないようにあの言っておきますからね今のうちにまあ確かにこれ20年なんですけど実際の講義で扱うのが15年分ということですこれ実際に扱うのはねほら あ上からや15年からやっていってるんですけどねほらそうすると、えー、29年今年の問題まで15回でしょだから、あのー、10から14これオプション扱いうんわかる10から14は講義では扱わないんですけどあの私がね、えー、現実とのみ添付しますと、えーまあ基本的には現実と1レベルで十分なんでねうん。 で29年の商標法はなんとねこれ平成12年の問題の再来と言いえますねまあそういったこともあってあのあれです「いぎたてと無効審判の比較」の問題ねあれ平成12年に出た以来出たんですよ。あまあそういうこともありますんで古い過去問も決して軽視できませんのでねまあ私としてはそのやっぱりそこまでやりたいと。 ただそこまで工業をやっちゃうと値段がまたべらぼうに上がりますからね、えー、なるべく皆さんにとって、まあ、良心的な値段を、えー、提供しつつあできるだけ多くのことをやりたいということである意味ですねここまで気合いの入った論文過去問講座はないでしょう、うんうん、あったら逆に教えてほしいねっ。 問題集もせいぜい56年分だと思いますよ市販のものもねうん20年というのはないと思うねそこまで気合の入った論文・学問講座はあ、まあ今,のまあ、今後出てくるかもしれんけどね今のところないと断言いたしますねえー、そういうこともあって非常にお勧めなので、えー、ぜひあのー ご受講いただければなと、いただければなとこのように思います。それではね、私がね、まあちょっとあのー、参考までに、えー、まあ一つうど何年がいいですかね。じゃあ,あの平成二十二年でもやりますかね。うん、あのー、これまあ平成二十二年ですけどね。ちょっとやってみますよ。うん。えー、じゃ日本国籍を有し 日本国内に重症を有する公はあ、新規な化合物を発明、新規な化合物 A、これを発明したと、ね、ちょっとね、私の,あの蛍光ペン学習法にも慣れてくださいね、A。日本国籍を有し、日本国内に重症を有する公はというのはね、まあ、何が言いたいかというとですね、これ、在外者ではないよということを間接的に言ってるんですよ。 こういうのも、ね、こうやってメモしながら「在外者ではないと」とねまあ日本に住んでない人のことを「在外者」って言いますからねうんで「新規な化合物 A」まあ化学の分野ですねこれ発明 E を C はいでえー、っと不利な状況っていうのはね青で塗りますから私ね、うん、これはなんで不利かというとよあの平成19年4月2日に 東京都内で開催された研究集会でよを発表しますからねあのまあ新規性を失ってるわけですよであと化合物映画ね着色剤として有用である旨も発表しちゃってるうん、うん、でその後平成19年のね9月3日に、えー、発明の新規性ソースの例外の規定の適用を受けて えー、日本国に特許産 X をしたとねで、えー、クレームあー特許請求の範囲はいかの通りですと、うんえー、請求項1なるほど化合物 A ですかまあいいわとりあえずピンクで塗っとく、うん、はいで一方あパリ条約の同盟国の国籍を有しほらこれは在外者って書いてるよね ちょっとねどうしようかな。黒アンダーランにしといていい,とりあえずい,いやつか悪いやつかよくわからんのでね。はいで前期研究集会に、えー、参加した際に意を知得しておらなんかあ,あの研究集会でこうアイデアを盗んだ感じですね。この人、うん、でこうからほらねちょっといいこうはいい,やいい人ですからねこうとか発明意はいいね。はいで これね、あのー、もう悪いやつですよ黒でもいいし青のアンダーラインでもいいから、うん、特許受ける権利を譲り受けることなく発明について特許を受けようとして、うんあのー、平成19年6月1日に事故の名前を発明者とする特許スガン Y1 をパリ同盟国にしたとあらこれは悪い人ですねアイディア泥棒じゃないですかはいということでね アアイディア泥棒さん「O2」これちょっとあまりこれいい人じゃないですわほら特許を受ける権利を譲り受けることなくね、えー、あの意について発明意について特許素願をやってますんでねで Y の願書にはねあの 化合物 A が着色剤として有用であるものも記載されてたんだね。でさらに黒アンダラインオツはああの独自に、まあ、あの研究を重ねですね化合物 A に抗がん剤としてのこう新たな効果があることを見出したのでこの化合物を含有する抗がん剤の新規の集めあこれは何か自分で発明した感じですね。うん、それで 当該同盟国を受理官庁として「Y1、うん」えー、に基づくうパリ条約による優先権を主張してあ国際出願国際出願 Y2 をしたんだねこれ。 あ国際巣が Y2 をしたとうん。で、えー、その後日本において O2 は、えー、Y2 についてイヤオの語の書面を提出し翻訳文を提出したあ翻訳文はいかの通りとなってるんですね。で、えー、これはちょっとね 化合物 A はあのー、申し訳ないけどアイディア泥棒ですのでちょっと紫で塗っときますよ。ね、でこれはどうしようかな化合物 A を含有する抗がん剤は、うん、これはどうしましょうかねなんかどっちつかずみたいな感じなんでちょっとオレンジで塗っときましょうか、ねうん、特許性があるのかないのかよくわからんからねはい。 でなお、パリ同盟国は日本以外の国であり上記いずれの出演についてもあ記載要件は満たしてるとねちょっといいかあのこうもオもですね記載要件36条37条あたりは満たしてるということでしょうで、えー、優先権も取り下げられていないようん、で X は,あ X は出願公開されてるとうんはい で、Y2 はですねどうしましょうかねとりあえずオレンジ塗っておきますか国際出願 Y2 ってやつねこれちょっとねオレンジ塗らしてもらいますよこれは国際公開がされてると、うん、で、えー、出願 Y2 もそれから出願 X ピンクも、うん、出願審査請求がなされとるぞと、うん、はい そのような状況ですね。で、質問 x y 2の審査において、えー、オツによる y 1の経緯を含む上記事実はすべて明らかにされている。あのー、まあオツの y 1の経緯を含む事実というのはあの傍傍人とかね、アイディア泥棒のあたりの話です。で、ただしはい、えー、っとこれあの青で塗るよ。本文に示されていない事実をあえて仮定 して論じる必要ない仮定系な必要はないと仮定系で肯定したりする必要はないはいじゃあまずいきます、えー、質問1、えー、日本語による翻訳文の定数期限に関し、えー、Y2 に、えー、適用される特許法上の Y2 に適用される、えー、特許法上の規定翻訳文の定数期限ですよ Y2 に適用される Y2 というのは国際素顔ですねええー、あのー、どっかに書いてませんか、A、あ英語による書いてました英語による国際素顔ねえ英語による国際素顔ってありますからうんだから Y2 は翻訳も出さないといけないわけですね英語外国を特許したんだからねはいこれはもうあれでしょう ね、翻訳もいつまでに出せばいい？うん、これはもうね、皆さん担当レベルですよ。国内署名、うん、提出期間ですよね。はい。で今度はね、いいか。悪い効果が待っとるよ。はい。オツが上記期間内に日本国語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取り扱い。 これどうですかねえ。てあの翻訳も提出しなかった場合の、えー、取り扱いですね。これをお書きなさいよと。ねどうですかこれあのー、これでしょう。ねみなし取り下げって感じですよね。はいということで。 えー、まあ続きいってみたいと思いますねはいで今の状況ですねはいあの図に示しますとね、えー、ほらちゃんとね言葉字面だけじゃなくてちゃんとこうやってねやれば分かりやすいでしょほらいいやつこうはねこうやってピンクで塗りますよ、ね、ただ途中で、えー 長官しての学術団体が開催する研究集会で発表しておりますよ。で、えー、っと、在外者おアーと言いますとね、えー、ちょっとね、悪いやつって感じですんで、ムラムラで塗りますと、はい、えー、パリ同盟国で、えー、特許産 Y をやってる、ね、で、あの、まあ、これもですね、 えー、いいだけちょっとね紫で塗ってみますよはいであとはオレンジいいですよねっ炉については別に悪くないですからねはいで国際公開されてると審査請求もしてるよと、はい、このようなあ状況ですで、うん、じゃあまず説問1ですけど回答を見ていきますか ね、非常にあの私の答案すごいですよ普通ね普通のよくレジュメで見る答案ってどうですかねあこれが普通の答案じゃないですかえー、っとはいはい理想の答案ね理想の答案っちうやつがほらああ左上からあ隣のページの下までぎっしり書いてる中うねこれがまあ理想的な答案なんですよところが私の現実さ見てください正真正銘 はい1ページで終わっております。はい。えー、どうですか。はい。現実とは。現実性のはもうこの程度しか書けないと思いますよ。えこれでも受かりますから。うん。とにかくもう、さっき言ったでしょう。えー、54点以上狙い。ね。別にあの70点とは取る必要ない。60点足りなくても受かるんだから、今。ね。うん。ということで、まあ、量は少なくてもね。 ポイントを得てれば受かるんだよということでねはい翻訳文の定数期限ねこれですよ国内書面定数期限内に出せばいいんです184条の4第1項本文ねえーそれでねあのー、はい。翻訳文を停止しなかったらどうなるかというとそりゃあ取り下げたものとみなされるわね184条の4第3項でねほらこういう感じ まあ、だから説問1はね問題文見なくてもいいんだよで皆さんねちょっとあ,のあれでしょいや先生そりゃまずいんじゃねえの少なすぎるよえだって翻訳文と定数特例期間うのがあるじゃないかとねそこまで触れなくてもいいのかとはいそれを、あのー、理想の答案で書いてるわけです私はちょっと理想の答案は若干ほら深めに、えー、書いてますよいいかまずはね えっとえー、国内書面提出期間内に出しなさいというのをちゃんと書いてるのですがあただし、ほら、えー、国内書面提出期間満了前2ヶ月から満了日までの間に国内書面を提出した場合は国内書面提出日から2ヶ月以内括弧翻訳文提出特例期間内にあの翻訳を提出するでうんうん。 わ待ってましたって感じでしょ皆さんそうそうこれ書かんと駄目でしょっつってねであのほら不定数の取り扱いもねいいかあの普通これでしょとねそりゃ誰でも書きますよみなし取り下げはねしかしほら最も不定数に正当理由があればあ所定期間内にね明細書等翻訳文を提出でき当該翻訳文は 国内書面提出キャン満了時に提出犠牲されるまあ本当は提出されたものとみなされるって書いた方がより丁寧だけどねはいどうですかそこで私が一課言言わしてもらいますこの正し書きね皆さんはねこれ書かないかんと思うやろうでもねちょっといいですかアンダーラインを提出した場合はってどういうことよ、ね、こ,のこの間に国内書面を提出した場合はってこ,こういう表現を何て言う こういう表現何々した場合はこうであるみたいななんでこれこれいわゆる家庭系じゃないえ、ね、この表現ね仮家庭系の表現じゃないかあ家庭系だろということは皆さんおいこれ正しい本文に示されてない事実をあえて仮定し論じる必要はないに反しないかそうでしょう。だから実は このみんながあの信じて疑ってないこの理想の答案実は若干危ないんですよむしろあこの現実答案のように翻訳文提出特例機関に触れてない方が安全ということなんです皆さんどうですかこの講座の醍醐味分かったでしょだからねこの理想の答案っていうのはね見かけは理想かもしれませんよ、ねうん、何も信じて疑わない でも実は危険なんですよというところも教えていきたい、うん、そう考えると現実は一見少なすぎて危なっかしいんだけどむしろこれの方がいいとほらそういうねもう本当にこれ受けなければ分かりませんよ、ね、あのレジュメだけ見てねあのー、こうですよとねもうこの通りやれちゃってそれはもう、えー うん、浮き沈みのない、ね、勉強しかできません。うん、あのやっぱりこう、まあ、浮き沈みというか起伏のある勉強していかないとああの皆さんもね勉強する意味ないと思うねメリハリだねあ。まあそういうところがこの講座の醍醐味だと思います。ねええまあ、ちょうどあの時系列とかもこうやって載ってますんでねあの勉強もしやすい。うん で続きはね、ちょっとあのー、実際の講義でやるからね、もうこれ以上講義やっちゃうとね、あの時間があいくらあっても足りんからね、まあそんな感じで、えー、私の講義ね、えー、少しは垣間見えたでしょうか、現実の答案と理想の答案こういうふうに勉強していくよと、ね、はい、えー、あと注意点ですね、注意点はね、 あのまあ早いに故障等はないんですけどこの講座始めるにあたってまあ値段はご覧の通りでそれで、えー、注意点としてはですねこれは本当にあの皆平等でございますなんかねあのなんか受けてる人はあの割引とかそういうことは一切ないですのでもう皆平等です55、えー、ポイントを含め一切の割引がないですね でスマートフォンでも視聴は可能です。ゴールドウェブといいましてあの画質もいいですし、ね、であの配信期限、ウェブ動画のあ来年2018年の7月31日火曜日までということになっておりますのでもう今から始めればですねあ1年約1年間かけて勉強できますからね、まあ、最短で。 まあ、15日聞けばねこれ2時間かけるだからあ意外とあの1日1回ぐらい聞けばね2週間程度で、えー、視聴は可能だよ。であとね勉強の仕方を言っとくと、あのー、最後に、えー、2つぐらいありましてね、えー、1つはあもうとにかくとにかくね初,初学者に、えー、関しましてはあいきなり聞いてくださいもう。うん もうあの聞いて俺の話が理解できるならばそれでよし理解できなければ例えばこうあの一時停止とかできるのかね一時停止してちょっと考えてみて「うん分かった分かったよし続き」とかそういう感じでとにかくもう最初から聞いてくださいええである程度実力のある人はね、まあ、最初に問題を、まあ、15年からほらこうやっていくわけだから自分でまずある程度予習してね答案構成ぐらいでいいからね とある程度これとこれとこれを上げるんやろうあるいはこれだけでもいいですこの問題が何を言ってるのかだけを把握して、ね、あの時計さっきの問題で言うとさあの平成22年時系列を書いてみると、ね、こうやってこうやって時系列を書いてみてあ,のあ,ある程度こういう問題なんだねとねうんうん。 それで、えー、っと、黄さんはどうなるのかなとか、そういうのをね、えー、聞く問題、うんまあ、要するに時系列3点セットっていいますけどね、そういうところを聞く問題なんだろうということを把握するだけでもね、えー、全然違いますよ。うん、あこうか X の審査においてね、ちょちょっとだけやりますよじゃあ X の X というのはピンクやったね。X の審査において失眼 Y ね、失眼 Y ってあの悪いやつオツノが拒絶の理由の根拠となるかね、拒絶理由って悪いイメージだからね、青で塗ったんだよ。うん。 どうよ、つまり X があの Y との関係で何か拒絶されそう ?Y との関係でうんこれいいもんだよねうんまず新規性は大丈夫だね新総例の適を受けてるからねえー、それからまあ39条に関してはですねえー、あのこの Y の出願はね えー、まあ仮に優先権が認められてもそれよりも前に、えー、新規性失っている意、e、が存在してますのでもうどっちみちダメじゃないですか。ということは千賀の地もないよね。うん、傍人だしね、うん、じゃあ次29条の2だけどお特許法の29条の2はねほら、あのー、この Y とその公開、まあ、Y2 とその公開って言った方がいいかな。 でも Y2 Y1 の、e、は y 1字を基準とするからね時系列的には先の出願とその公開の間に挟まれた後願ということになるわけですよ。そうすると時系列的には29乗の2のあ規定が適用されるわねつまり X は29乗の2で拒絶されるかのようにも思えるよ。しかしよく考えてくださいこのオツの出願した Y の e「E まあ Y2 の「E でもあるんだけどこれはもともと誰の発明だ ののの発発発明明明だよよここれこれ公の発明なんですよ、ねえー、公の発明つまり、えー、発明者同一なんだね発明者同一の場合には二重救助のに適用されないねはいじゃあ説問3もちょっと見てみようかはい Y2 の審査において、えー、Y2 の審査 うん、ねえー、っと請求項1に係る「い」について、えー、拒絶審査官が通知すると考えられる拒絶理由を説明せよほらねでちょっと苦労なんだね複数あればね複数の理由まあ複数あればって書いてるけど複数あるんだろうねええー、なければこのような言い方しないからね そりゃそうですよ。ボ、えーニンスガンとそれからね新規性なしですからね。ワイワンよりも前に新規性失ってるし、光、え、のー、発明盗んでるしで二つあるわね。はい。まあちょっと時間がないから説明はやらんよ。うん。こういう感じである程度予習をしながらあごめんなさい予習をしながらこの望むとねそういうことです。 で最後はあのー、もうあ全部聞き終わってですよ初級の方も中級の方も、ね、2パターンの聞き方があるといったもう初級はもういきなり聞き始めてください中級の人は1回予習してから軽く、ね、時系列変えてみたり答案構成したりしてか、えー、視聴してくださいで初級の人もあー中級の人も共通するのはあ一通り私の講義を聞き終わって えーまあ、しばらくしてからでもいいですあ,あんまり長く伸びると忘れるからね実際に答案を書くんですよ。ね、実際に答案を書く、ね、で、えー、ある程度私の,その現実答案か理想の答案ね、まあ、どっちを目指すかは皆さん次第ですから私は現実でいいと思ってるけど、ねえー、それである程度も近くなってきたらねあの私の答案に近くなってきたら合格は近いです。 そういうふういいにししててやっていきましょうよ、ね、身近に質問できるね、まあ、先生とかおればああのどうですかねって聞いてもいいしね、まあ、私が一番分かってるから、まあ、私がこの質問できるような環境にあればなおベターですけどね、うん、よりベターか。<laughs> はい、さあそれでは皆さんね、えー、そういったことも含めまして、えー、今日はね、えー、皆さんにお会いできて嬉しいなと嬉しいなって言ってもあの 一人でやってますから皆さんとお会いしてないんですけど皆さんは私にこう会ってるわけです今こうやってねそういう意味で、えー、仮想の世界でお会いできてるんで嬉しいなとね、まあ実際講座取ってくださいねあのー、面白いと思いますからねえー、授業の最初とか面白いことやったりしますんでねさあそれでは皆さん、えー、宮下聡の理想と現実とは 論文各門15年分プラスアルファ5年分、えー、それではぜひともご視聴のほどよろしくお願いいたします。